皆さんこんにちは、デジマクッキングのチョです。朝一道の駅にいて朝取り畑を買ってきました。旬が終わる前に畑のうまさをぎゅっと凝縮できる干し竹の子を作ります。買うときに皮にツヤがあってみずみずしくて切り口の部分が綺麗かどうかもチェックして、持ったときに重みがあるものを選んでください。マダケの上部を包丁で切り落とします。そして縦に切り込みを入れます。先に根元の部分から手で取れる皮を取ります。柔らかい穂先の部分は指を入れて内側から剥くような感じで皮を取ります。穂先に残った白い薄皮が気になる方は包丁の背で軽く削ぎ落としてください。マダケの厚さはお好みでいいですが、薄い方が早く乾燥しますが、あんまり薄いと乾燥した時に割れるので注意してください。今回は節のところを取らずに乾燥させたいです。マダケは横半分に切ってから根元の部分を縦4等分に切って穂先はそのままでいいです。全部切り終わったら洗わないで直接に鍋に入れてください。マダケがかぶる程度の水を注ぎ入れてください。そして粗塩を加えます。少し塩の分量は多めにして味見をしてください。ちょっとしょっぱいなと感じたらいいです。重曹と唐辛子も入れてください。蓋をして強火で加熱してください。お湯が沸いてきたら中火にかけて、さらに10分ほど茹でたら火を止めてください。マダケを鍋から取り出して、ボウルに入れて水を注ぎ入れてください。マダケの漢字は苦立てとも書きますが、実は苦味がなく非常に美味しいです。もし取ってすぐに調理すれば、アク抜きなどもいらないらしいです。万が一、苦味と渋みを取り除くため、水に3時間ほどつけてください。もし他の品種のタケノコを使うなら、このステップはせめて2回水替えをして、9時間以上つけなければならないです。3時間後、水から出して、干しざるになるべくマダケが重ならないように並べてください。日当たりが良く、できれば風通しもいい場所で干してください。夜は室内に取り込むことをお勧めします。普段は2、3日天日干しに時間がかかりますので、天気予報をよく確認してください。これは3日かけて干し上がったマダケです。もうしっかり干しました。しっかり乾燥させないとカビが生えますので、必ずカラカラに乾燥するまでしっかり干してください。もし干してる途中で雨が降ってきたら、濡れてない場合はビニール袋に入れて冷蔵庫で保管して、天気が良くなったらもう一度干してください。完全に乾燥したマダケはジップロック袋に入れて、できるだけ空気を抜いてから保存してください。ガラス瓶を使ったら一番いいと思います。乾燥剤はマダケと共に瓶に入れて、蓋をしっかり閉めます。これで1年以上保存できます。天日干しにしておけば、年中マダケを味わえます。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。